カルロス・アントニオ・デ・パドゥア・チャベス・イラミレスは、メキシコの作曲家、指揮者、音楽教育者。メキシコシティ近郊のポポトラ生まれ。彼の音楽は、メキシコの民族音楽とネイティブアメリカンの音楽、さらには、スペイン風メキシコ音楽の特徴を持つ。それは、ブラジルの音楽家ビライコール・ロボスと並んで、中南米の現代クラシック音楽としては、衝撃的でもあった。 彼は作曲面においても音楽評論の面でも非常な多産化でもあった。全作品は5つのバレエ音楽、6曲の公共曲、4曲の競争曲、1曲のオペラとカンタータ、さらには数え切れないほどの声楽曲、ピアノ曲、室内アンサンブル曲となっている。さらに彼は2冊の本を書いている。署名は来たるべき。 新音楽と音楽と電気学であり、この本は新音楽の考察に関する貢献と基本的な書籍となった。そして音楽評論家として200以上の記事を雑誌等に投稿している。チャベスは主としてピアニストとしてトレーニングを受けており、作曲技術に関しては指導者から独立して身につけたものと考えられている。彼が青年に達した時期は、 ちょうど、メキシコ革命の終わりの時期にあたり、国民音楽の希給された時代にあたる。そのような時に、土着のネイティブアメリカン文化や民族音楽の調査、等によって、生み出された、先見性は、20世紀のメキシコ音楽に、新たな可能性を開いた。チャベスの音楽は、還元楽曲の要素及び構成上で、自国の楽器の使用や、ポリリズム、クロスリズム、 シンコペーションからなる不規則な表紙等を重要な特徴としている。作品としては、公共曲第1番、アンティゴナ、公共曲第2番、インディオや公共曲第4番、ロマンティックやマーサー・グラハムのためのバレエ音楽に見られるように。1958年には、ハーバード大学の主席史学者であった、チャールズ・エリオット・ノートンの求めに応じて講義を行い、 また、メキシコでは、メキシコ国立音楽院の委員長に就任した。さらに、メキシコ国立交響楽団を組織し、その音楽監督に就任しました。指揮者としての活動としては、アメリカ合衆国、ヨーロッパ及び、ラテンアメリカの主要なオーケストラの指揮も行った。ショスタコービッチの交響曲、レニングラードのソビエト国外初演者として挙手したのでも、有名である。 これらの業績により、アメリカ芸術科学アカデミー及び、アメリカ芸術文学協会の名誉会員の称号を贈られた。ありがとうございます。